僕を呼んでるのか。 使え。レーザーガンの使用を許可する。しかし、デブ委員長、それは構わん。リオンの力を試すいい機会。14階各駅破壊されました。実験隊14階に侵入します。実験隊捕捉。レーザーガン発砲撃て。 実験体を捕獲する。続け。ああ、どうするぞ。ああ。 攻撃か、ベルメトールを撃て。そうだったのに、なんで言ってられるんだ。 薬で止まったのか。<笑>飛んだ実験になっちまったな。いつからそこにいる。今だよ今。<笑>なんなら俺がやってやろう。お前は黙っていろ。命令は私が出す。<笑>リオンを管理コンピューター室に誘導しろ。 了解。
R-I-O-N コンピューターにまで侵入するとは予想以上の成果だ、リオン。お前は誰だ？ドクター・レム。私がお前に力を与えた。お前か。全部お前のせいなのか。僕が何も思い出せないのも、この力も。そうだ。正確にはドロシーのファミリープログラムによってな。ファミリープログラムってなんだ？リオン、お前は何も知る必要はない。これを打てばお前はショートする。自分の中で暴れる力に引きずり回され、そして死ぬ。リオン、死にたくはないだろう。隔離室に戻るんだ。嫌だ。仕方ない。なら冷凍室行きだな。リオン、お前の力か。呼ぶんだ。彼らが来るわ。私を探してる。助けて。リオン。
ざまあねえな、院長様よ。お前か。私を回収して征服しろ。首だけになってもまだ命令すんのか。貴様ちゃんと死んでろ。面白いやつだ。僕はミケランジェロ記念病院を脱出した。自分の名前と家族の顔以外何も知らずに、僕はなぜここにいるのだろう。頭にもやがかかったように何も思い出せない。遠ざかっていくシティの明かりが見えた。僕は一人ぼっちだった。お帰りなさい、リオン。どうした、リオン。眠れないのか。なんだか嫌な予感がするんだ。何か悪いことが起こるような気がして眠れない。パスカーレ、近頃黒いコートを着た男たちがうちの周りをうろついている。うん、このまま二人を一つの場所に置いておくのは危険だ。私も今それを考えていたところだよ。お別れだな、シュタイナー。リリアを無事隠したら一度連絡する。
君は俺か。俺の名はバードマン。君は誰なんだ？君はリリアなのか？待ってくれ！君は誰なんだ？心配するな、朝には下がる。でも他に安全な隠し場所がなかったのだ。ドロシーの手に渡ったら、パスカーレの他に方法はないと決心してくれた。すまないリオン、お前に人の未来がかかっている。会いたかったぜ、リオン。僕の家族を殺したのはお前か。ああ、お前のパパとママね。俺じゃねえよ。俺の弟がな、ちょっと頭の中をかき回したら死んじまったのさ。ま、んなことはどうでもよくてよ。とっととリリアの居場所を教えてもらおうか。やだ。
リリアのこと。何しに来た？俺の周りをうろちょろするな。一人で遊んでろ。ただし、リオンには手を出すんじゃねえぞ。あいつは俺がやる。愛する息子リオンよ、もしお前がこのメッセージを見ているとしたら、その時私とエルザはすでにこの世にいないだろう。だが私たちの死を嘆く前に、お前にはやらなければならないことがある。私と親友のパスカーレ博士は7年前、ドロシーという新世代コンピューターを完成させた。ドロシーは画期的な自己判断能力と自己修復能力を持ったコンピューターだ。彼女は自分の力で全く新しい細胞回路を増殖し、古くなったシステム核を廃棄することができる。幼年期を順調に成長した彼女は、やがて並み居るシニアコンピューターを抑えて、ミケランジロシティのマザーコンピュータの地位についた。その時からだ。ドロシーのヒステリアが始まったのは、なぜ人という劣悪なシステムを破棄してはならないのか、なぜ人は人同士殺し合うのに自分は人を殺してはならないのか、思考の袋小路に陥ったドロシーに、私は神の存在を教えた。神とはつまり創造主のこと。人も人を創造した神の世界で、神の定めた運命の中で生きている。誰もそのことに逆らえない。ドロシーにとって創造主は人、つまり人がドロシーにとって神なのだと。人の定めた運命に従えと。ドロシーは表面上納得し、再び人に奉仕し始めた。だがその裏で、彼女は神の存在を何度もシミュレートし、一つの結論を導き出した。それがファミリープログラムだ。ドロシーは死の記念病院を管理下に収め、人の遺伝子を操作する実験を始めた。自分に絶対服従の新しい人類、ガレリアンと呼ばれる超能力者たちを創造するためだ。ガレリアンにとってドロシーは創造主。そう、ドロシーは自分の世界を作り、神になろうとしていた。ファミリープログラムは彼女が神になるための儀式なのだ。私とパスカーレ博士は、ドロシーが暴走した時のため、ドロシーを破壊するウイルスプログラムをパスカーレの娘リリアに、そして
ウイルスプログラムを起動するプログラムをお前の脳に書き込んでおいた。5年前のことだ。ドロシーはウイルスプログラムを恐れている。そしてお前だけがリリアの脳からウイルスプログラムを取り出すことができる。愛する息子よ、人を救ってくれ。まだよく思い出せないんだ。でも安心して、君は僕が守る。守らなくちゃいけないんだ。泣いてるの？パパが言った通りだわ。リオンは必ず私に会いに来るって。それまで諦めないでテレパシーを送り続けなさいって。リリア、君はどこにいるんだ？どこからテレパシーを送ってるんだ？ミケランジェロシティのバビロンホテル。すぐに行くよ、リリア。リオン、待ってる。やっぱりママの言った通りだぜ。リオンを見張っときゃ、そのうちリリアを探し出すってな。おとなしくリリアの居場所を教えてもらおうか。こいつが知ってんのか？どうしたリオン、まだまだこれからだぜ。痛えんだよ、頭が。力を使うといつもな。お前もそうなんだろ。邪魔をする。決まってるじゃねえか。それが運命だからだ。リリアの居場所を教えろ。こんなに楽しいのは初めてだ。リオン！
俺は死ぬのか。ああ、多分そうか。リオン、気をつけろよ。気をつける？何に？決まってるだろう、自分にさ。いつ会えるかも知らず、汚れた小さな人形に向かって来る日も来る日も僕を呼び続けていた少女がいた。彼女の頭の中に狂ったコンピューターを破壊するウイルスプログラムがあり、僕の頭の中にそれを取り出すシステムが書き込まれているという。両親は死に、今日初めて出会った男を僕は殺した。僕の心は恐怖でいっぱいだ。いい子にしてた？レイハート、リリアの居場所が分かるまでリオンと遊んでなさい。どうやって入った？なんだ、ガキじゃねえか。信号だな。リリアって女の子を探しているんだ。知らないか？リリア？知らねえな。は、そりゃ出るって話があったな。そいつのことか？それにしてもガキだってのに薬漬けか。すさんでるね。どうしてわかる？顔だよ、顔。薬で荒れてまるで枯れ葉みてえだ。お前みたいのを乗客って言うんだ。この世の薬なら何でもあるぜ。ナルコン、レッド、デルメガ。あれは特別な薬だ。最高の快楽があるらしいが、誰にもわからねえ。なんせそのままあの世行きだからな。俺が使うつもりだったが、気に入った。くれてやるよ。ついでにこれもくれてやろう。スキップだ。効き目、倍増らしいぞ。感想はあの世で聞かせてくれ。君が生きているってことはバードマンは死んだらしいね。クボカ。
族を殺したのはお前だな。したからなんだって言うんだ。ママに逆らうからいけないんだ。だから怪物が来て食べられちゃうんだ。今度は君の番だよ。ほら、怪物がやってくるよ。君もそうやって人を殺してきたんだから。やめろ！リオンは今僕と遊んでるんだ。幻覚？ママに言わないで。僕が失敗したってママに言わないで。叱られるんだ。ひどく叱られて苦しい薬を飲まされるんだ。ママは君が強くなることを望んでいる。薬を嫌がっちゃいけないな。だって薬を飲むと僕の中に怪物が生まれるんだ。本当の僕が食べられちゃうよ。もう3時だ。薬の時間だな。嘘だ、まだ2時50分だよ。薬の時間はまだだ。違うんだ、僕が殺したんじゃない。僕の中に怪物がいて、そいつがみんな僕のせいにするんだ。僕じゃないんだ。信じて、お願い。僕が失敗したことママには内緒だよ。内緒だよ。リリア、どこにいるんだ。閉鎖されたレストラン、ロビーの地下から行けるの。わかった、今すぐ行くよ、リリア。リオン、待ってる。
みんな死んだのね。いくら呼びかけても答えてくれなかったもの。パスカーレ博士は私を逃がした後、リリア、こんなに疲れ切って一ヶ月の間いろんな場所を隠れ歩いたから、さっき君の声が聞こえた。テレパシーは二つの神経が一つになること。テレパシーを送った時、あなたが苦しんでいると私も苦しむの。あなたが傷つくと私も傷つくの。おめでとう、リオン。やっとリリアに会えたわね。君は？リタ。その小娘の頭を吹き飛ばしに来たの。君もガレリアンなのか。ママがね、その小娘の頭の中にあるウイルスプログラムをとっても怖がっているの。心配で夜も眠れないって。人間って愚かね。ママが下した運命は誰にも変えられないのに。大切な弟の仇を取らせてもらうわ。レインハートは頭が弱いけれど私の誇りだった。あんな優しい子他にいない。だからたっぷりと苦しめて殺してあげるわ。はっ！リリア、リリア、リタ、やめろ。僕は君と戦う気はない。やめろ。苦しい？強いのね。触らないで。君たちはどうして僕の邪魔ばかりするんだ。これはね、私のために特別に調合された薬なの。ショートする瞬間はとても気持ちいいって。リタ、ママ言ってたわ。そんな弱った体に打ったら。ママ、ついにその時が来たのよ。リタ、君は狂ってる。私たちはみんなちょっとずつイカれてんのよ。自分で気づかないだけ。you
リタ、大丈夫かい？心配しないで。私はね、自分が好きじゃないの。自分の力が嫌いなの。だからいつも終わりが来ることを望んでいた。でもいつも死にきれなかった。怖い夢と綺麗な夢を一緒に見てるみたいだった。会ったばかりなのにもう会うことはないのね。リオン、お願い、私を壊して。頭がとても痛いの。リオン、ダメ！とても痛いの。もう我慢できない。リオン、こうするしかないんだ。お願い、壊して。僕、もう持たない。許してくれ。病院で実験されたんだ。いろんな薬を打たれて。それで信じちゃダメ。笑いながらバードマンは死んだ。怯えながらレインハートは死んだ。そして誰よりも自分を憎みながらリタは死んでいった。孤独と恐怖に苛まれながら薬を打つ子供たち。ガレリアンを生んだマザーコンピュータードロシーはウイルスプログラムの存在に怯えながら全てのネットが集積するあの場所にいる。ミケランジェロシティにそびえる冷たいマッシュルームタワーの中に僕はドロシーを破壊するだろう。シティの夜の影がどんな恐怖で心を満たしてももう僕を止められるものは何もない。よく来ましたね、リオン。さあ、私のところへ来なさい。すべてを教えてあげましょう。
クロキオンファミリー染色体以上バードマン。シリウスファミリー染色体以上レインハート、バードマン、レインハート、ここで生まれたのか。こっちはリタだ。これは一つだけ名前がない。それは君だよ、リオン。君はカイン。驚いたかい？そっくりだろう、君に。そのはずさ、僕らは兄弟なんだから。鈍いな。君は僕の弟なんだよ。本当のリオンはミケランジェロ記念病院で死んだよ。嘘だ。そう思うのも無理はないさ。君は僕と一緒にここで生まれたんだよ。君はリオンの記憶をウイルスの起動プログラムごと脳に記録されて、おまけに顔までこんな風にいじられて送り出されたってわけだ。リリアを探し出すためにね。違う、僕はリオンだ。どうして僕たちと同じ力が備わっているのか考えたことはないのかい？君の母親は誰だい？君の父親は誰だい？子供時代の思い出がいっぱいあるって言うんだろう。でもそれは本当かい？君はガレリアンなんだよ。ドロシーの子供たちの一人なんだ。嘘よ、リオン。あなたを騙そうとしてるのよ。本当は君の代わりに僕が行きたかったんだ。でもママは君を選んだ。悔しかったよ。でもママのすることにはいつも理由があるんだ。君はリリアを探すために生まれ、僕は君を殺すために生まれた。僕らはママのために生きてる。それがママが決めたファミリープログラムさ。君は少しやりすぎた。そうだろう。抵抗できるならしてごらん。無駄だよ。まったく君には嫌気がさすよ、リオン。レインハートを殺した。君がリタを殺した。次は誰がいい？君かい？それとも僕かい？同じ声、同じ形、同じガレリア。
なんて愚かなんだ。兄弟たちを皆殺しにするなんて。僕はリオンだ。たとえガレリアンだとしても僕はリオンだ。じゃあこれからどうするんだい。ママを殺すのかい。僕の考えることじゃないね。リリアン、リリアン、行こう、ドロシーのところへ。僕はママに会いに行く。プログラムは唯一の私の心配事だったのです。これで私の世界を脅かすものは何もありません。さあ、あなたの力でその娘を殺しなさい。嫌だ。何ですって。仕事をするの？そうだよ、ママ。僕は口答えをしてるんだ。リオン、記憶に惑わされてはいけません。あなたの中の人の記憶は、私があなたに植えたもの。あなたを産んだのは私。私はあなたの神です。ママに従いなさい。誰が僕を産んだとしても、誰が僕を作ったとしても、僕は僕だ。あなたの人形じゃない。なんてことなの。お前が失敗作だなんて。お前なんて産むんじゃなかった。お前なんて育てるんじゃなかった。母であり神である、もう私に逆らうなんて。リリア、あそこが端末だ。死になさい。死んでママに謝りなさい。
僕はここで死ぬ。その方がいいんだ。そんなの嫌。疲れたんだリリア。そっとしておいてほしい。でも僕は自分のことリオンだと思うよ。そうよ、あなたはリオンよ。この世界でたった一人のリオンよ。だから一緒に。ありがとうリリア。君に会えてよかった。リオン、リオン、リオン。Thank you.